毎週のこととはいえ、せっかくのお休みですのに気が重いですわ。仕方ないのですよ。入り江の栄養剤がちゃんと効いているか調べないといけないのです。もうずいぶん長く使っていますけど、その栄養剤っていうのはどういうものなんですの？それは僕にはわからないのです。入り江に聞いてみるといいのですよ。みぱーん。嘘ばっかりですわね。それじゃあ最後ね、これは何に見えるかしら？2匹の蝶ですわね。ずっと離れ離れだった蝶々がやっと一緒になれて喜んでいるところですわ。検査の結果がとてもいいみたいね。それは嬉しいですわ。監督が作った栄養剤のおかげですわね。その注射なんだけど、止めることができるかもしれないそうよ。でしたらこの検査もなしにしていただきたいですわ。さとこちゃんは検査が苦手なのね。それとも私が苦手なのかしら？別にそういうわけではございませんわ。安心して。私ね、ここを辞めようかしらって思ってるの。え？私の脳を蝕む病魔は、私から大切なものをすべて消し去っていく、その前に、ミオが私の大切な家族であることを、認知症に侵された私の脳がまだ理解できるうちに、この手紙をしたためることにする。ミオが私の後を継いで自分の無念を晴らそうと努力してくれることがずっと嬉しく誇らしかった。しかし同時に不安でもあった。私の研究と人生が、ミオの本来あり得たはずの素晴らしい人生を奪ってしまったのではないか。そうなのだとしたら、私は悔やんでも悔やみきれない。願わくばミオにはこの研究を断念してほしい。だが医学の道に進んで私の手伝いができると、あんなに嬉しそうにしていたミオにどうしても切り出すことができなかった。だから私は運命を天に任せることにする。もしミオがこの手紙を手にすることがあったら、その時は私の願いを叶えてほしい。そして運命に身を任せた私の弱さをどうか許してほしい。私の愛する娘ミオへ、高野一二三。事情は存じませんが、本当に辞めるつもりなんですの？正直に言うと、まだ自分でもわからない。だけどね、どうやら私をうまく焚きつけて、トラブルを起こさせようとしている人たちがいるみたいなの。それは、高野さんが何かの出汁に使われているということですの？そういうことなんでしょうね。出汁って、取ったら捨ててしまうものよね。あら、煮干しで出汁を取った後に、それでもう一品作れましたよ。いずれにしても出汁に使った後、お役御免で海に逃がしたりはしないでしょう？確かにそうですわね。私はどうすればいいのかしらね。わからなくなったわ。